はい、12月14日に成立しました改正国民年金法ではですね、さまざまなことが定められていますが、その中の一つとして、年金積立金管理運用独立行政法人、GPIF ですかね、そちらの組織などのですね、見直しというものも含まれています。で、こちらはほとんどの内容がですね、2017年10月、スタートということになっています。